皆様こんにちは。イノベスタ株式会社のネロメです。弊社イノベスタはですね、コロナの真っただ中である昨年7月に設立した会社になります弊社はオンラインショッピングモール届きを今年の7月にスタートいたします私の自己紹介をさせていただきます私代表取締役を務めております一方で地域 E c 戦略コンサルタントとして活動をしております 高校卒業後ですね、内地の大学に行って、大学在住からですね、えー、EC のお仕事に携わっておりまして、約15年以上経っております。2003年には楽天株式会社、そして2007年からアマゾン、アマゾンジャパン株式会社にて、e a プラットフォームの事業に携わっておりました。特にですね、アマゾンの方では、日本全国の県産品、 特産品、伝統工芸品をアマゾン EC を使ってです、ね、販売をするようなそういった地域活性のお仕事をです、ね、地方自治体ですとか銀行さんですとかテレビ局さんとさせていただいておりました私がこれからお話をする届きについてご説明をいたします。 EC の市場規模について簡単にご紹介をします日本は、ね、19.3兆円ということで,です、ね、全商取引に占める EC の割合が6.76%こちら、アメリカはです、ね、11%お隣の中国なんと36.6%ということで全商取引の中で,です、ね、これだけ EC で使われているとただし日本に関しては最も先進国の中で少ない状況となっております。 一方、沖縄は、同じようにです、ね、1%ということで,です、ね、さらに利用率が低いというようなそういったデータになっております原因はです、ね、先ほどもあった通り高い送料そして遅い配送だというふうに思っておりますそれがです、ね、昨年の新型コロナウイルスの影響によりです、ね、人々の消費行動の変化が起こりましたリアルな世界からオンラインの世界に人々は移ってまいりました 実際、沖縄県内の流通小売業さんの EC の状況を見ても、ですね沖縄でも飛躍的に伸びております。1%というです、ね、低い数字であったものが飛躍的に伸びているというところです。 それを踏まえてです、ね、弊社イノベスターはです、ね、これから高い送料そして遅い配送スピードこれを解決するためにそして新型コロナウイルスによるです、ね、EC の需要拡大そういったものを踏まえてです、ね、EC プラットフォーム t o d o というものを沖縄県内でスタートする予定です t o d o k i のプ,ラプロトタイプはこちらになりますパソコン版そしてスマートフォン版今、製作チームが一生懸命頑張って作っております。 届きの由来です、3つあります、物が届く、そして届ける、そして英語のトゥ・ドゥ・クイックリ、これをですね、含めたネーミングになっております。事業戦略3つです、沖縄県内での地範・地消を実現したローカル EC、EC だけにとどまらないリアルとの連携販売、EC にチャレンジしやすいシステムとサポート体制になっております。皆さん 地産地消という言葉は聞かれたことがあるかと思います。 地元,の地元で生産したものを地元で消費するというそういったキーワードになっておりますが我々は地産ではなくて地産地消というふうに呼んでます県内の事業者様がですね都きに商品を出品出店していただいてそれを沖縄県民が買っていただく売る側も買う側も沖縄県民沖縄の中で経済を回すそれをオンラインで実現したいなというふうに思っております配送に関しても将来的にはですね独自の配送を設けてですねしっかりとした サービスを提供してまいります、えー、我々はですねこのモデルをローカル EC というふうに呼んでおりますこのローカル EC に関してはまだ日本ではどこも行われておりません、えー、2番目に EC だけにとどまらないリアルとの連携販売私先ほどからですねオンラインとか EC とか何度も言っておりますけれどもあの物を売るためにはですね必ずしもオンラインでなきゃいけないとは思っておりません 我々はです、ね、沖縄県内にある数多くのリアル店舗さんあとは沖縄にはです、ね、数多くのイベントがありますそういった店舗やイベントとです、ね、連動しながらです、ね、リアルと連携を意識した沖縄スタイルの新しい EC を展開してまいります最近でいうと DX というふうふに申し上げますけれども沖縄スタイルだなというふうに思っております そしてこの度、ですね、リアルの販売の協業でですね、主催企業である JTA 様と一緒にですね、取り組みをさせていただくことになりました。具体的に、具体的な内容に関してはですね、 JTA さんはですね、これまでずっと離島の振興に協力、まあ支援されているというところでですね、リタの産品をですね、商品の発掘からですね、商品開発マーケティング、そして出口である販売まで一気通貫した戦略でですね、JTA さんと弊社イノベスタで取り組んでまいります。もちろん先ほど申し上げた通りオンラインだけではなくて、店舗やイベント、あとは JTA さんの機内の中、あとはテレビ局さんとの連携も含めてですね、オンラインだけじゃなくてオフラインの取り も行ってまいいりたいと思います実際ですね今年の夏ごろを予定しておりますがパレットくもじさんやデパート龍坊さんにも協力いただいてオフラインでのイベントも予定をしておりますそういった形でですねオンラインオフラインそういったもの関係なくですねお客様がどの状況にいてもですね商品買いたい商品が手に入るようなそういった世界を作っていきたいなと思ってますトドキューはですね今年 6月もしくは7月にです、ね、オープンを開始して2023年には流通額30億円を予定しております先ほど申し上げたとおり沖縄県内の中のクローズドマーケットからです、ね、徐々に販売を広げていきますで我々が実際将来的にやりたいのはです、ね、都道府県のアジアへの開放そしてローカル EC のです、ね、他県への横展開を考えております 特にですね、アジア地域への解放に関してはですね、14世紀琉球王国がですね、培ってきた中継貿易それをですね、オンラインでぜひとも再現したいなというふうに思っております。 そして、えー、我々の最大の課題であるです、ね、送料、えー、県内の送料を、ね、3年後には本当に、えー、送料無料、そしてお届け、えー、当日配送、翌日配送、えーとまあ、どこかの東京の会社のような気もしますけれども、そういったサービスを、えー、3年後に実現したいなというふうに思っております。えー、最後にですね、えー 弊社イイノベスタは沖縄のオンラインラ経済圏を構築してままいります。ただこの EC プラットフォームに関してはですね我々1社だけでできるものではなくてですね経内の企業様をみんなで作っていくビジネスモデルだというふうに思っております。 新型コロナウイルス、まだ収束の兆しが見えない中、ですね今しかできないことだと思っています、これが来年、再来年では遅いというふうに思っております、今、県内のメーカーさん、非常に苦しんでます、我々ですねこの EC プラットフォームを通して、ですね県内の事業者様にですね新しいビジネスを提案していきたいなというふうに思っております。ごご清聴ありがとうございました